月刊安江邦夫12月号です。で、12月号これね、ちょっと内容を急な変化があったので少し差し替えさせてもらって、当初予定してた内容とこの12月号は変えてあります。すみません。で、なぜそんなことになったかと言いますとね、大変悲しいニュースだったんですけど、ブラジルで、日本人の女性が、絞殺隊で発見されたと。 UFO と宇宙人と超能力についてのもうそういう話をね延々と教えてくれた、まあ、恩人といえば恩人のような方なんです。その方がそういう形で亡くなって、彼女のことをこうやって少しでもお知らせして、追悼番組とさせていただきたかったんです。赤松ひとみさんという、ね、日本人のもう本当に背の低いちっちゃな小柄な女性が一人でロシアに乗り込んで宇宙人と接触したり、ロシア政府の研究者と科学者とやり合って、そういう技術を、宇宙人由来の技術を身につけて人を助けてきた。でもやっぱりそういうことをあまり表に出したくない方々がこの地球上にはやっぱりいて、そういう人たちの毒牙にかかってしまったと。この事実はね、できるだけ速やかに日本だけでなくて世界中に伝えたいので、その反撃第一波がこの月刊安江邦夫12月号になります。これを見られた方はね、本当にね、もう気軽にやれ UFO だ宇宙人だ超能力だなんてね、テレビでね、日本のテレビとかマスコミで、ね、嘘だ本当だとかね、ほとんど お笑い芸人の延長の人たちしか話題にしない、これが実はリアルなこの世界では本当に命を、ね、かけて情報を守ったり、あるいはそういう、ね、秘密情報を少しでも多くの人に伝えようとする、そういう駆け引きが現にあるんだ、そういうジャンルなんだと。だからね、この月刊安江邦夫ももう心して見るようにしてください。今から僕と赤松さんのその初めてのお出会いの時に彼女から聞いた全ての情報も公開しようと思うんですよ。それでね、赤松ひとみさんはロシアの「よし敵は討つぞ」と。